武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間90分で大問が、3題出題される形式となっています。で、大問、3題に対しての時間、という意味だと、まあ、論述、まあ、行数で、何行か書くような形で出てくるんですが、まあ、そこまで、論述一個一個の量が多いわけではないので、時間が足りないということは、まあ、そんなにないかなとは思います。まあ、ただ論述がしっかりできないところはあるので、論述練習は、まあ、必須でやっておく必要があるでしょう。まあ、これに関しては国公立標準問題集、キャンパスなど論述が含まれる問題集で、まあ、マーチレベルまで仕上げておけば、問題解きつつ論述も、ちゃんと、完成させるということができるかと思います。ただここの問題、結構その生き物の、知識が、いるような問題とかが出てくる、ことがありますので、このあたりはちょっとその資料集だったり、もしくは出された問題をもとに、周辺知識を洗っておくようなことをしておかないと、ちょっとなかなかその意識してやっておかないと、まあ、覚える機会というかがなかなかないという部分だと思いますので、このあたりの、まあ、生物の分類だったりとか、生息域だったりですね、このあたりはしっかり、抑えるように心がけてください。まあ、問題そのものの難易度がそこまで高いわけではないので、ちゃんと基礎知識、仕上げて標準問題解けるようにすれば十分対応できますので、基本的にはマーチレベル、しっかり完成させるように心がけてください。以上が、生物の勉強となります。